カトゥーン、中丸祐一、40、が日本テレビの元アナウンサー、笹崎里奈さん、31、と結婚したことが16日、発表された。人気アイドルと美人アナのゴールインは驚きとともに祝福の声が上がっている。笹崎さんは入社直前の2014年秋から翌15年春まで世間の注目を集め、入社後には、日本一有名な新人アナ、と呼ばれた。 2013年9月、日テレのアナウンサーに内定。だが、東京、銀座のクラブでのアルバイト経験を報告すると、内定を取り消された。だが、予定通りの入社を求め、地位確認を求めた訴訟を14年秋に東京地裁に起こした。翌15年1月に局側と和解し4月に入社。日本一有名な新人アナ、と呼ばれ、注目を集める存在となった。 この時、スポニチ本市の取材に内定を取り消された時にはこれからどうしよう。と人生を真剣に考えました。でもやっぱりアナウンサーになりたいという気持ちを再確認。行動しようと思いました。と裁判へ至ったことを語り、入社が認められた後は人と関わる仕事をしたいという願いが叶いました。課題も多いですけど、一つずつクリアしていきたいです。 と喜びを語っていた入社1年目の2015年9月から18年9月まで同局「週1」にエンタメキャスターとして出演コメンテーターを務める中丸と3年間共演していた局関係者は入社後も笹崎さんはとても真摯「死」に仕事に向き合っていたアナウンサーになりたいという思いを強く持ち困難を乗り越えただけのことがある仕事ぶりで 真面目な姿勢は局内でも評判が良かった、と話した。この日の結婚発表にネット上でも、いろいろあったけど、幸せな結婚良かった、頑張っていた。幸せになってほしい、など祝福の声が上がった。